応援席の声がね、はい、かっこいい。めちゃくちゃ途中爆笑してます。いやちょっとあれ面白すぎる。いや出てきて、ふうこさんに笑ったんじゃないです、はい、本当になんか突然鼻毛とか出てるのかと思った。違います。疲れたみたいな。いやいや全然。ふうこさん監督説明してください。俺がいやあのねずんこさんが素敵なプレイをしているのを、はい、加藤さんが素敵って顔でこう見ている絵をですね、はい、その画像でわざわざオーバーラップしてこうスーッと加藤さんが現れる、あのずんこさんの横に現れるみたいな、なんかすごいですね。そうスイッチングを死んだ人みたいな、こういうことをあのやり始めて、その演出が入り始めて、ちょっとタレントで遊んでます。いやでもあれよ、だから加藤さんは気づいてなかったんで、ね、もうつんくさんを見てる、そうで、それを俺が気づいて笑っちゃったんで、そうそう、でも見たかったな、すごい凝ったことやってるなと思って。いやこういう空気大事です。ありがとうございます。でプレイを見ていた、じゃあなっちゃんさんどうでした？はい、いやあまねちゃんはね、もちろん昼の部のリベンジできてたと思うんですけど、私それより気になったのが、あまねちゃんが終わってここに座ってから、もうつんこさんを見る目が、まあ、リオニャンと同じくらいで、もう自然と自然となんかケチャ出ちゃってんですよ、こうやって。だからなんかつんこの女が2人いるみたいな。みたいな。そう見ながらね、かっこよかったよね。そうね。もうあのこう奥さんが旦那さん見て、子供がパパかっこいいって言って、同じもう空気が出てしまって、リンクしてましたね、気持ちが。本当に嬉しい、私ここで家族作ってんじゃん。あまねちゃん、今日はレッドサイドよ。あ、そうでしたよ。今日は違うよ。そうだ、確かに応援する側がね、違いますね。いやでもね、それぐらいね、もう引き込まれちゃうつんこちゃんのプレーがもうすごかったですね。平島さんもかっこいいかっこいいって言ってたよね。いや、まあ、それはかっこいいんですよ。でもまあ、マイクオンでは言っちゃダメなやつ。そうですね。今日だけは心の中ではちょっと思ってるんですけど。リホニャンはどうでしたか？髪型めっちゃかっこよかった。ちょっと昼と変えてみました。すごいアマネスもね変わったし、二の腕も出して、二の腕も出してて男らしく、そう、お DJ の感想を言う時間だった。髪型かっこよかった。全てがパフォーマンスだから、まあ、そうですね。トータル、そう、DJ の感想はまあお二人、ツイッター読んでいきますか？お願いします。ですね、いろいろ来てますが、アマネスの言葉遊びで曲を選ぶのさすがって来てますね。あー、やったー、ありがとうございます。ほう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 、リアル葵くんですねとか来てますね。やばい、ね、ありがとうございます。そうっすよね。ほうほうほう、なっちゃんは姉ですかって来てますよ。家族ファミリーね。ファミリーファミリー、確かに私はじゃあ姉の姉ですね。姉でお願いします。なんかちょっとつんこちゃんに関することが多いんですけど、つんこさんはピアスの数だけ女がいるという噂は本当ですか？ちなみに今何個ついてます？何個ついてるんですか？28個ぐらい。ちょっと、ちょっと減らしたんで3人女蹴散らしてきました。なるほど、謎が解けた。ね、意外とロンドンも治安が悪いのかな？違うね。本人たちのね。